今日もパンを食べますよ、パンを食べるために健康に悪いよとか、イースト菌がどうとか、発がん性物質が含まれてますよっていう、そのお気持ちわかります。私もね、全く知らないわけじゃないんですよ。でもね、私結局ね、人間は不老不死じゃないと思うんですよ、ね、だから安全なものだけ探して食べて窮屈な食生活は送りたくないんですよね。私はお酒もタバコもやりませんから、お酒やタバコをやらない代わりに菓子パンの一つぐらいちょっと食べさせてくださいということで、あの体に悪いよ論は十分分かっております。全く食べるなと言われると、私はね、非常につまらない人生を長生きしなくてはなりません。私は人生はね、長くなくても充実したいんですよね。ということで、今日も2割引きのパンを食べようかなと。チョコチップメロね、山崎さんでございます。これはね、353キロカロリーなんですよ。まあね、私もね、長い食生活を送る中でたまに菓子パンを食べたら散々パラ怒られるっていうのはね、まあ覚悟してますよ。ね、健康に悪いよって言われても今のところ大健康ですからね。まあ、パンのおかげで健康なんじゃないかなって私は言い張りたいぐらいですよね。そういえばカップラーメンがありますよね。チキンラーメンの創業者の方ってチキンラーメンを毎日食べて93歳まで健康で長生きしたっていう逸話がありますよね。どうなんですかね、カップラーメン体に悪いんですかね。カップラーメンを食べていても他の基礎運動とか生活習慣とかそういったものを整えていれば、そんなパン一つとかね、カップラーメン一つに崩されないような人生とか肉体って作っていけるんじゃないかなと思うんですけどね。それから不思議なことに、大酒飲みの長生きとか大タバコ吸いのおじいちゃん長生きとかいますよね。あれはどうなってるんですかね、うん、そういう人はたまにいるよって言われて、うん、確かにそうなんですよ。そういう方も確かにいる、一部ね。まあその一部になろうかなっていうね、甘い考えで今日もパン食べます。いただきます。中にクリーム入ってますね。あの、重ねて申し上げますけども、2割引きってことは納品から2日以上経ってるんですよ。売り場にずっとあるパンですから、まあパンのもちもちふわふわ感はないですわね。要するにまずいですでも美味しい、うん、なんで美味しいかっていうと、たまに食べるからなんですよ。さすがにね、毎日これ食べてたらもたれるし飽きると思いますよ。だからカップラーメンや菓子パンがたまには食べたいよねって思うってことは、普段はこういうのを口にしてないってことなんですよ、うん、まあ筋トレもしてますしね、まあ、体も50万円にしてはかなりがっしりとしてますしね、うん、健康診断ももう超正常値で、基礎代謝は3000キロカロリー私ありますね。だからすぐ汗かいちゃいます、うん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 、まあ私の最大の健康法は我慢をしないってことですね。食べたいものは食べる、うん、適度な我慢もありますけど。今度ポテトチップス食べてみたいな。フライドポテトとかね、油物って体に悪いって言われるじゃないですか、うん、体に悪いけど欲望は満たされますよね。食べたいけど我慢しようっていう気持ちってのは長続きしないんじゃないかなと思うんですよ。それ自体がね、ずっとストレスになって別の病気になっちゃったらね、元も子もないという、まあ健康で長生きが人生の目的じゃないですからね。まあ健康で長生きできたら本当にいいんですけど、人間は不老不死じゃいられないですから、うん、じゃあ今年の菓子パンはこれ全部食べ終わりました。これからね、おせち料理の仕込みと、あと煮物ですか、お雑煮とか、あとお餅を整えて
新年迎える準備をしようかなと思います。で、私は魚の方をやるんで、まあ、タイやブリのお作りかな。ブリは一本物を解体して、で、照り焼きを作って、ブリトロをね、お刺身にして、あと大根妻をこうシュシュシュッとかつらむきしてね、これからしっかりとやっていこうと思います。このなんかね、行事っていうのはやっぱりやりたいわけですよ。うん。で、まあ行事ってもね、そんなに一日中かかりませんから、あの正月の準備っていうのは掃除が 2,3 時間でね、お料理が 1,2 時間ってところですから、まあみんなでかかりますしね。で、一緒に年末年始っていうのを過ごすっていうことも、うん、まあ一つの家族としての行動の一つであり、まあ大げさなこと言ったら日本文化の継承かなと思いますよね。うん、なんか今ではあまり聞かないんですけども、あのいわゆるね、反社会勢力っていうか、お役座さんっていうのは日本古来の行事ってものすごく大事にするんですよ。そういう意味で言うと、うーん、なんか日本の行事っていうのはそういった方を中心に守られてきたのかなとかね。年末年始とかね、お盆のね、ご挨拶とか贈り物ってむちゃくちゃ細かいですからね。どちらかというと我々庶民は忙しさにかまけて、そういったことをやらなくなってきたのかなと思うんですよ。で、何でも効率化、何でも損得、ちょっとね、任侠道とはかなりかけ離れた、義理人情も筋も通せないような、そんな国になっていこうとしてるのかなって思いますよね。グローバリズムっていう風な言葉の陰に隠れた多民族受け入れ社会、それはそれでいいんですけども、もう一体この国が誰のものなのか分かんなくなるようなね、そんな未来が待ってるのかなというふうにさえ思います。まあそうするとね、民族専有主義かみたいなこともありますんで、多様化とは逆になるんですけどね。まあパン食ってるだけでこんな喋ってるやつもなかなかいないですね。失礼しました。じゃあ。